今日は焼きナスの中華風香味だれをご紹介いたします。ネギと生姜を効かせた中華風のタレが食欲をそそる一品です。まずナスビの方を準備していきます。ナスビはヘタの部分を少し切ってください。で、切り落とさないようにだけ注意してください。焼くとどうしてもここが焼け落ちてしまいますので、汚れたりとか、あとは邪魔になって焼けない部分ができていくといけないので、ここを切ります。で、このまま破裂するといけないので、竹串で刺すか包丁で切り込みを入れていきます。表面だけでいいです。で、こちらを焼いていきます。火力の方は強火で大丈夫です。ご家庭で魚焼きグリルとか、あとオーブントースターとかでもできます。もしする場合は火力はなるべく強めにして、だいたい20分ぐらい焼いてください。それでは焼いているうちにタレの方の準備をしていきます。まずネギをみじん切りにしていきます。ナスの方は回しながら様子を見てください。コンロで焼く場合は表面が炭になるぐらいまで焼いてもらって大丈夫です。ネギのは多少粗めでも大丈夫です。このくらいですね、表面が黒くなるまで焼いてもらったら大丈夫です。生姜の方もみじん切りにしておいてください。で、こちらもネギと一緒に合わせます。ではこの中に調味料を入れていきます。まず砂糖です。酢です。醤油です。ごま油です。ではこちら混ぜていきます。ごま油の香り香る美味しいタレになっています。砂糖がなるべく溶けるようにしっかり混ぜてあげてください。ナスビの方焼き上がってきましたので、氷水にとります。で、今から皮を剥いていきます。ナスビの方非常に熱いですので、やけどに気をつけてください。もし剥く際に熱い場合はタオルを下に敷いてもらって、タオルの上で剥いてください。なるべく温かいうちに手早く皮の方を剥いてあげてください。冷めてしまいますと水分含みやすくなりますので注意してください。もし剥いた後表面の炭が気になるようでしたら、さっと水で洗ってください。洗いすぎはダメです。それではナスビの方を切っていきます。まずヘタ切り落としてもらって、4分の1ぐらいに切ってください。3等分に切っていきます。ナスビの方非常に熱いので気をつけてください。それでは上に乗せる香味の野菜を切っていきます。今日はパクチーを準備しています。だいたい3センチぐらいの長さで切ってもらったらいいと思います。それでは仕上げていきます。盛り付けたナスビの上にタレをかけていきます。で、上に香味野菜を乗せます。これで焼きナスの中華風香味だれの完成です。今日ご紹介した香味だれは豆腐や豚しゃぶのタレにしていただくこともできます。ぜひお試しください。